ディズニーの行き方を案内する駅員さん。はい、どうされました？はい、舞浜までですか？かしこまりました。ディズニーですか？楽しみですね。そうですね、ですと東京まで行っていただきまして、東京から京葉線乗り換えて舞浜になりますね。ただその乗り換え時間15分ぐらいあるんで、ちょっと長いですけど頑張ってください。他の行き方ですか？お客様結構荷物多いんで、僕の提案ですと、まあ、JR の僕が言ったら怒られるかもしれないですけど、まあ、タクシーで行っていただいた方が楽かもしれないですね。まあ、電車賃もそこまで変わんないと思います。少し割高になるかもしれないですけど、荷物も持っていただけますんで楽かとは思いますね。はい、まあ、他の行き方ですと、まあ、品川から降りていただいて、そこから有楽町ですね、行っていただきますと乗り換え時間5分ぐらいになるんで、まあ、東京よりも実際ですね、乗り換えの移動時間が短いので、まあ、そっちでもいいかもしれないですけど、はい、まあ、バスも一応ありますね。まあ、でもお客様の場合はタクシーいいんじゃないでしょうか。はい、黙っといてくださいね。いってらっしゃいませ。ディズニー前の浮かれ気分のお客様に腹立てる駅員さん。お客様、お客様、切符忘れですよ。あ、そうです、そうです。こちらのお客様の分で、東京都内までの乗車券をお客様お持ちなので、そうです、東京都内の端っこが葛西臨海公園になっておりまして、葛西臨海公園から舞浜までの付け足し分の切符になっておりますので、こちらも一緒に持っていただかないと舞浜で降りる際に降りれないので、はい、気をつけてくださいね。はい、お願いします。いってらっしゃいませ。浮かれとんなぁ。